日本の駅番号の霊駅ナンバリングは、鉄道路線系統に対して、ラテン文字などからなる路線記号と、鉄道駅に対して、アラビア数字などからなる駅番号を付与する制度である。路線記号か駅番号のどちらかが導入されていれば、駅ナンバリングが導入されていると言える。また、駅番号に加えて、ラテン文字3字からなる3レターコードを付けることもある。 世界的に普及しているラテン文字やアラビア数字を使うことで、現地語に疎い者にとって、駅を識別しやすくなるとの判断から、一部の国の鉄道や路線バスなどで導入されている。構成、歴史、その他の事項の後に、地方別の事例一覧を記載する。駅ナンバリングは路線に付けられる路線記号と駅に付けられる駅番号から構成されることが多い。 路線記号のみや路線記号がない場合もある。駅番号は記号部分と数字部分から構成されることが多い。数字部分のみのこともある。また、駅番号に加え、スリーレターコードを導入する場合もある。路線記号は一つの路線や路線系統に一つ付けられ、また、駅番号の記号部分を構成する。ラテン文字1から3文字からなる。英字の代わりに、 アラビア数字を用いることもある。東日本では、同一地域内で路線記号が重複しないように考慮されることがほとんどだが、西日本ではあまり考慮されず、同一地域内での路線記号の重複が多く見られる。路線記号の設定には、次の方法などがある。特殊なケースとして、函館市電はに系統と5系統に異なる路線記号を導入しているが、 2系統と5系統の重複区間は2つの路線記号が1つの路線記号のように案内される。また、都営地下鉄大江戸線は、O と例の混同を避けるため、A 字表記の頭文字である、O ではなく2文字目の E を採用している。また、東京メトロ丸の内線は、本線と方南町支線の路線記号を、それぞれ M の大文字と小文字で区別していたが、 英語アナウンスでの区別を図るため、方南町支線の路線記号を M からメガバイトに変更した。数字部分は原則一つの駅に一つ付けられる。0または1から始まるアラビア数字の連番となっていることが多く、将来の延伸やった会社の路線との直通運転を考慮し11から始まる場合もある。0から9の番号は、 10以降の番号と桁数を合わせるために、頭に例をつける形で、00から09のように2桁となっていることが多い。本線から分岐する支線が存在する場合、次の不満方法などがある。導入済み区間上に新駅が設置された場合、次の不満方法などがある。特殊なケースとして、韓国の普山都市鉄道1号線は、路線記号と数字部分2桁からなる。 駅番号を不満していたが、新兵駅より上り側の田尾裏海水浴場駅へ、延伸した際に、既存の駅番号を数字部分3桁からなる、駅番号のように扱い、新鮮区間の駅に、095から100を不満した。スリーレターコードは、駅番号が不満されている一部の主要駅に付けられる。ラテン文字3文字からなる。駅名の略が用いられる。 現在、JR 東日本のみが導入している。日本では昭和末期から長崎電気軌道が導入していたが、当時は駅ナンバリングという認識はなかった。その後、2002年の 2002FIFA ワールドカップ開催に合わせて横浜市営地下鉄が導入、2004年に東京メトロと都営地下鉄が同時導入したのを皮切りに導入が広まっている。 駅ナンバリングの導入は、新線や新駅の開業、沿線での万国博覧会やオリンピックなどの国際的な行事の実施に伴うものが多い。また、導入と同時にラインカラーの導入や案内表示の多言語表記化などが行われることが多い。駅ナンバリングは、駅名標や路線図上では、路線記号と番号部分が2行で表示されることが多く、 車内の LCD や LED 上では一行で表示されることもある。一行の場合、路線記号と番号部分の間にハイフンが入ることもある。リニモの駅シンボルマーク、北海道旅客鉄道は2007年10月1日から主要線区に導入した。中心となる札幌駅をとして方面別に記号をつけ、札幌駅からの駅数で付番している。 駅ナンバリングを用いた案内札幌市営地下鉄は2006年1月26日から導入した。札幌市電は2015年4月1日から導入した。なお、札幌市交通局は停留所ナンバリングの名称を使用している。函館市電は路線図などに記載している。導入時寄付証。記号部は運行している2つの系統の両方が 経由する湯の川停留場十字街停留場間は両方の系統の記号が付されている。道南イサりビ鉄道は2016年3月26日の開業時から駅ナンバリングを導入した。ただし、五両各駅は JR 北海道としての駅番号のみが不番され、道南イサりビ鉄道線のナンバリングは不番されていない。なお、前身の JR エサシ線時代では、 文京駅である五稜郭駅を除く全駅で JR 北海道の駅ナンバリング導入の対象外路線だった。日本の路線記号で小文字のラテン文字のみを使用しているのは道南イサリビ鉄道線のみである。広南鉄道は2020年10月10日から大和2線に駅ナンバリングを導入した。広南線についても2021年4月12日に 導入が発表された。路線記号は、広南線が KK、大和2線が k トこれと数字部分で構成される。仙台市地下鉄は2015年3月から導入した。東西線には2015年12月6日の開業時から導入している。従来デザインの駅名標東海道線、伊東線、中央本線の一部区間は中部地方に属するが、 関東地方からの連番となっているため一括して取り上げる。JR 東日本東京モノレール東京臨海高速鉄道は2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を見据え2016年4月に首都圏エリアの電車特定区間と東京モノレール羽田空港線東京臨海高速鉄道臨海線に駅ナンバリングを導入することを発表した。また、 JR 線を示す JR の案内表示も導入し、複数路線の総称や駅ナンバリングが導入されていない路線などに用いられる。JR 東日本では導入は段階的に実施され、まず2016年8月20日に、目黒駅で最初のナンバリング付き案内を設置したのを皮切りに、同年9月末までに東京都区内全駅、吉祥寺駅、三鷹駅、 前浜駅へ導入し、その後、順次他の駅にも拡大された。2018年以降は、各支社主導で電車特定区間外への導入も行われている。また、電車特定区間内であっても、一部の運行系統には設定されないこともあり、その場合は、直通先の路線の駅ナンバリングが使用される。JR 東日本の路線記号は、ラテン文字2文字からなり、 原則1文字目は J、2文字目は路線名の頭文字となっている。中央本線の大月駅小淵沢駅間のみ、例外的に COO となっている。東京モノレールの路線記号は MO、東京臨海高速鉄道の路線記号は R1 文字となっている。番号部分はアラビア数字2桁からなり、東京駅が起点の路線は東京駅から、 東京駅を起点としない路線及び経由しない路線は南方、または西方からそれぞれ不番し、山手線及び武蔵野線は半時計回りに不番している。JR 東日本独自の制度として一部の駅に IATA 空港コードを模したスリーレターコードが導入されている。導入の対象は原則3つ以上の系統が乗り入れている駅である。 高輪ゲートウェイ駅は2系統のみが乗り入れているが、例外的に導入されている。東京地下鉄の従来デザインの駅名標、都営地下鉄の従来デザインの駅名標、東京地下鉄及び東京都交通局は2004年4月1日から導入した。渋谷駅、新宿駅、池袋駅のような製法の駅の番号を01としている。始発駅も、 終着駅も正方に存在するこの字型の路線の場合、南西方から半時計回りに数値が増加していく。ただし都営大江戸線は時計回りに数値が増加していく。目黒駅白金高輪駅間は、東京メトロ南北線と、都営三田線、和光市駅小竹向原駅間は、東京メトロ有楽町線と東京メトロ副都心線で、 それぞれ線路、駅施設を共有しており、一つの駅に二つの駅番号が不番されている。同じ駅については、路線記号のみ異なり数字部分は同じである。有楽町千都福と新線の小竹向原駅、池袋駅間はそれぞれ別の線路を使用しているが、途中の駅数が二駅で同数のため、数字部分は同じである。駅ナンバリングの導入以前は、ラインカラーを付した。 のみを路線記号として使用していた。なお、東京地下鉄の新木場車両基地にある総合研修訓練センターには訓練船と呼ばれる非営業船があり、設置されている案内表示での路線記号は、K となっている。東京都交通局の東京桜トラムと日暮里、トネリライナーは2017年11月下旬から駅ナンバリングを導入した。日暮里、 トネリライナーは開業当初、路線記号を持たず、数字部分だけで構成されていたが、2020年、東京オリンピック、東京パラリンピックを見据えて、路線記号が導入された。ゆりかもめは2006年3月27日に導入した。ゆりかもめの Y が東京メトロ有楽町線ですでに使われていたため、路線記号は U。従来デザインの駅名表京成電鉄、 北総鉄道、柴山鉄道は2010年7月17日から、新京成電鉄は2014年2月からそれぞれ導入した。路線記号は京成が KS、新京成が SL、北総が HS、柴山鉄道が SR。これと数字部分で構成される。付番基準については、形成は形成上の駅を k s として、 本線など、各路線ごとに本線との接続駅の次の駅から、北総芝山は、京成との接続駅の次の駅から東へ、向け連続番号を振っている。新京成を除き駅番号の二重不番を行わない、方針をとっており、京成本線と京成多路線の分岐駅については、本線の番号のみが不番され、北総と重複する京成駅のうち、 東松戸駅、新鎌ヶ谷駅、千葉ニュータウン中央駅、印ン日本医大駅は、駅を管轄する北総の番号のみが付番され、逆に起点の京成高砂護駅は、京成の番号のみが付番される。実際には、乗り入れ他社も含めて、当該番号を案内に用いている。新鎌ヶ谷駅と京成津田沼駅はそれぞれ、北総と京成の駅番号が設定されているが、 神経性はそれらの駅にも駅番号を設定した。従来デザインの駅名表景品急行電鉄は2010年10月21日に導入した。路線記号は KK、k 急これと数字部分で構成される。不満方法は本線上の駅支線分岐駅、支線上の駅、本線上の駅の順で、例外的に本線の掘りのない駅裏側駅間は支線。 栗浜線は本線と同様に扱う。本線の下り基準で見た場合、掘りの内駅を除く、四川分岐駅の次の駅は、番号が連続せず、四川の終点駅の次の番号に飛ぶことになる。また、本線の千楽寺駅は、導入前から、都営地下鉄浅草線としての駅番号が導入されていて、案内でもこれを用いている。従来デザインの駅名表 東急電鉄は2012年2月上旬から横浜高速鉄道は同年9月下旬頃からそれぞれ導入した。他社との相互直通運転の境界駅である渋谷駅、目黒駅、横浜駅、中目黒駅には他社の駅番号も不満されている。子供の国線には第二種鉄道事業者である東急としての駅ナンバリングが導入されている。2022年度に 東急新横浜線が開業予定だが、駅ナンバリングに関するアナウンスはまだ行われていない。従来デザインの駅名標東武鉄道は2012年3月17日から導入した。路線系統別に路線記号を設定し、数字部分は同一系統内で万代区分していることが特徴で、路線記号と数字部分の間にはハイフンが入る。 路線記号の最初の1文字は共通の T となっている。複数の路線が乗り入れている駅では、カスカ駅以外は二重不満を行わず、四川区は分岐駅の次の駅から順に不満する。東京メトロとの相互直通運転の境界駅である、押上駅、北千住駅、和光市駅には先に東京メトロの駅番号が付与されているが、東部としての駅番号も付与される。 従来デザインの駅名標、西武鉄道は2013年3月から導入した。路線記号の最初の1文字を自社の頭文字の S としている点や路線記号を路線系統別に分けている点は、東武鉄道などと路線系統内では連番となっている点は、京成電鉄などと共通している。所沢、東村山、小川、国分寺、萩山、玉子。 西武球場前の各駅は、それぞれの路線系統ごとに不満される。東京メトロとの相互直通運転の境界駅である、小竹向原駅には先に東京メトロの駅番号が付与されているが、西武としての駅番号も付与されている。従来デザインの駅名表、京王電鉄は2013年2月22日から導入した。路線記号は、京王線系統が、 井の頭線系統が、イン数字部分は、京成電鉄や西武鉄道などと、同じく、路線系統内で連番となっている。両路線系統が接続する、明大前駅には、京王線系統と井の頭線系統の両方の、駅番号が付番されている。都営地下鉄との相互直通運転の境界駅である、新線新宿駅には先に、 都営地下鉄新宿線としての駅番号が付与されているが、京王線としての駅番号、これ1、京王線新宿駅と同じも付与されている。駅ナンバリング対応の駅名標、小田急電鉄、箱根登山鉄道、箱根ロープウェイ、箱根観光線は2014年1月から導入した。新宿駅箱根方面間は4社の鉄道、作道、 航路同士ででされているるのが特徴である東京都内の新宿駅から足の湖の元箱根港まで67の駅、港が連続不満されている。この区間の路線記号は、大を使うが、コーポレートカラーから、小田急線内は青系、その他各車内は赤系の色を用いて区別している。小田急の他の鉄道路線の路線記号は、江ノ島線が、小江、多摩線が、 OT。箱根方面、江ノ島線、多摩線ともに番号部は、複数の路線が乗り入れている駅では重複不満を行わず、江ノ島、多摩線は、起点の次の駅から順に不満する。代々木上原駅は先に、東京地下鉄の駅番号が付与されていたが、小田急としての駅番号も付与されており、路線図などには、各車線ごとに、駅番号が記載されている。 従来デザインの駅名標相模鉄道は2014年2月下旬から導入した路線記号は SO。数字部分は本線が01、泉谷線が31、相鉄新横浜線が51から順に不番され、本線と支線の分岐駅である二股川駅、西谷駅では20不番を行わず、支線は次の駅から順に不番される。 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスは2005年8月24日から数字部分のみで導入した。2020年頃からホームページや路線図に路線記号も合わせて記載されるようになった。路線記号は TX。渡らせ、渓谷鉄道は2017年3月22日から導入した。埼玉新都市交通は 2018年3月23日から導入した。先行し3月19日から駅名表の多言語表記も追加した。埼玉高速鉄道は2016年度から駅ナンバリングを導入した。数字部分は赤羽岩淵駅経由で相互直通運転する東京メトロ南北線の目黒駅を起点とした投資番号となっている。なお、 赤羽岩淵駅にはすでに東京メトロ南北線の駅番号が付与されているが埼玉高速鉄道としての駅番号も付与される。流鉄は2018年5月から導入した。千葉都市モノレールは2019年2月から導入した。東洋高速鉄道は2014年3月15日から駅ナンバリングを導入した。東京メトロとの相互直通運転の境界駅である。 西船橋駅には先に東京メトロ東西線の駅番号が付与されているが、東洋高速鉄道の駅番号も付与されている。銚子電気鉄道は2018年11月23日から導入した。多摩都市モノレールは2018年2月から駅ナンバリングを導入した。横浜市営地下鉄は2002年の 20002FIFA ワールドカップに合わせて導入した。 2008年3月30日から駅構内などで記号部と番号部の二行分かち書きがされている。横浜 C サイドラインは2010年から数字部分のみで導入した。江ノ島電鉄は2011年6月9日から導入した。路線記号は案。これと数字部分で構成される。湘南モノレールは江ノ島線に導入した。導入時期不明。路線記号は smr これと一桁の数字部分で構成される路線記号に3文字を使用している唯一の路線である駅番号導入後の春日駅の駅名標駅番号導入後の熱海駅の駅名標管轄となる JR 東日本の駅名標に JR 東日本の駅番号とともに JR 東海の駅番号が入る JR 東海では2018年3月から 在来線に、駅ナンバリングを順次導入している。対象駅は、都か利用可能駅と、観光客が多い都か利用区間外の主要駅6駅、JR 東日本が管轄する神津駅、熱海駅、JR 西日本が管轄する舞原駅、帰省本線、山宮線、名称線、美濃赤坂線の4路線は全線で、対象外となっている。路線コードは、 アルファベット2文字で1文字目は全路線で C 都市2文字目は東海道本線を A として東京駅から見て下り方面に向かって次々に分岐していく路線順に BC とアルファベット順で付けていく番号は東海道本線は熱海駅を0 0としその他の路線は運行系統上の分岐点となる駅を0 0とする 五殿場線は JR 東日本の管轄ではあるものの、より東京駅に近い構図駅に例例を不満している。都会エリア外の主要駅6駅は不満されない駅の数もカウントして番号を振っている。大井都線を対象に2016年12月12日より順次導入。表記は首都圏地域に準じるが、こちらでは数字部分のみでの案内となる。なお、 東海道線熱海駅、伊東線前駅、中央本線上野原駅小淵沢駅の駅ナンバリングについては JR 東日本、東京モノレール、東京臨海高速鉄道を参照。会社から公式発表が特になかったため導入年並びに導入時期は不明。ただし2016年12月の時点で駅配布用時刻表の表紙に表記されているほか、 2017年11月時点では、公式サイトの各駅個別記事に検出されるようになった。また、駅名表にも記載される。なお、伊藤駅には JR 東日本の駅番号も付されているが、ナンバリングの実施は伊豆急行の方が先である。導入年不明。公式ホームページや路線図、実際の駅名表で確認できる。2020年4月頃より導入。 沿線から見える富士山にちなみ、富士山をモチーフとした独自のデザインを使用する。富士急行では2011年7月1日、富士吉田駅の富士山駅への改称とともに本格実施。ただしそれ以前から一部では導入していた。駅名表に記載、導入年不明。一部駅の駅名表には記載されていないが、駅形質の時刻表。 社内形質の路線図などに表示されている。2016年4月1日より導入。駅名表に記載。2017年3月上旬より導入。駅名表に記載。富山地方鉄道は、2019年2月9日から、機動線系統、同年3月16日から、鉄道線系統にそれぞれ導入し、富山ライトレールから合併吸収した。 富山高線にも2020年3月21日から導入した。路線記号は、鉄道線系統が T、機動線系統が C。駅番号は、路線記号とアラビア数字2桁から構成される。同じ系統内での二重不番は行わない。北陸鉄道では、2019年4月1日のダイヤ改正に合わせ、駅ナンバリングを導入することが発表された。 越前鉄道と福井鉄道では2017年3月25日より駅ナンバリングを導入することが発表された。路線記号は越前鉄道が越前から E、福井鉄道が福井から F でこれと数字で構成される。また、両社とも番号については一桁番台の例詰めをしていない。なお、両社の接続駅である田原町駅には 両者双方の駅番号が付与される。また、福井鉄道は、京浜急行電鉄同様の方式で、起点の越前竹尾駅を基準に、途中の支線に向けて連続させる、不番形態となっている。2017年より導入、駅名表に記載。車内で発行される整理券と同じ番号になっている。2017年より導入、駅名表に記載。終点側から、 起点側にに向かっってて番号が増える形になっている形ない駅名表2011年10月1日から本格実施。ただしそれ以前から一部では導入していた。駅名表に記載。演習鉄道は2007年12月中旬から数字部分を導入し、2021年から路線記号を導入した。2007年4月1日、8月1日にそれぞれ。 駅名変更した円州病院駅、みその中央公園駅とその両隣の駅の計路駅は、駅名変更時から駅名表に先行導入していた。豊橋鉄道では、2007年に路面電車の東田本線、2008年に厚見線に導入された。複数の路線を有する事業者であるが記号部分を持っていない。従来デザインの駅名表名古屋市営地下鉄、 名古屋ガイドウェイバス、名古屋臨海高速鉄道では、名古屋市営地下鉄名城線の名古屋大学駅、新玉橋駅間開業と、環状運転開始、名古屋臨海高速鉄道はおなみ線の旅客営業開始日である2004年10月6日に導入された。愛知高速交通では、2005年3月6日の開業時から導入されている。愛知環状鉄道では、 2004年4月1日から導入された。導入後の2005年3月1日に新駅が二駅、開業しているが、導入時にあらかじめその二駅も含めて不満されており、枝番等のない連続する番号になっている。基本的な例。駅名左側に新居、右側にナンバリングを配置。隣駅のナンバリングは自駅のみ。名古屋市営地下鉄との共同使用駅では、 名鉄管轄の場合は、名鉄様式を基調に、両事業者のロゴ類とナンバリングを集約。名指向管轄の場合は、名鉄はナンバリングのみ掲載。豊橋駅の駅名表は、JR 東海様式であるため、ナンバリングのもとに、名鉄と記載。名古屋鉄道では2016年3月中旬以降、順次導入することが、同月14日に発表された。 名鉄線同士での重複不満はないが、他社局との共同使用駅ではすでに割り当てられている、他社局の番号と重複する。近畿エリアの路線記号が付された駅の案内表路線記号に対応した新快速の種別幕路線記号と飛行機マークを、併記した関空快速の種別幕近畿エリア、岡山、福山エリア、山陰エリアの路線記号、を、ラインカラーを反映した。 運賃表駅ナンバーが付された JR 天王寺駅15番乗り場の縦書駅名標西日本旅客鉄道では近畿エリアと広島エリアに路線記号を導入することを2014年8月6日に発表した公式サイトの路線図には北陸新幹線の金沢駅延伸開業当日の2015年3月14日より反映された 近畿エリアの主要路線は2018年3月より駅番号が導入され、岡山、福山エリア並びに広島エリアの主要路線にも2020年9月より駅番号の導入が決定している。これらに該当しない、路線並びに山陰エリア各路線、路線記号未制定路線には駅番号の導入予定がないが、亀山駅には JR 東海の駅番号 CJ17 が、 下関駅には JR 九州の駅番号 JA53 がそれぞれ割り当てられている。なお JR 西日本では駅番号を駅ナンバーと表現しているため以下はその表現に従って記述する。JR 西日本では駅ナンバーを法日外国人向けの付加サービスとして位置づける関係上国内の利用者への広報を積極的に行っていないため 自社の駅ナンバーは、縦型のひらがな駅名表にのみ表示され、横型の駅名表への表示は行われていない。また、複数の路線のナンバーが割り当てられている駅では、到着する路線及び列車のナンバーを基準に表示しているため、駅名表のラインカラーとは一致しない場合がある。近畿エリアでは、北陸本線、東海道本線、山陽本線を、A、大阪環状線を、 大都とし、原則として、分岐駅順にアルファベットを付与する。広島エリアでは、ラインカラーを更新し、その頭文字のアルファベットを使用する。また、近畿エリアを走る201系や、221系、223系、225系などの種別表示については順次、アルファベットを付与した、表示幕に取り替え、広島エリアでは227系にアルファベットを、 平気した行き先を表示している。なお、近畿エリアでは2016年3月26日に作成された路線図ではアルファベットの前に小さく JR の表記が付けられている。これに加えて、岡山、福山エリアにも路線記号を導入することが2015年9月17日に発表された。二千十六年三月十六日のキビ線の愛称、桃太郎線。 宇野線の愛称、宇野港線に合わせて運用を開始した。広島エリア同様にラインカラーの更新を行い、岡山駅並びに福山駅を基準としてアルファベットを付与している。ただし、車両の方向膜への反映は行われていない。さらに、山陰エリアにも路線記号を導入することが2016年2月4日に発表された。山陰エリアはこれまで、 ラインカラーを採用していなかったため、ラインカラーは新規の導入となる。白尾線のみは、制定済みの岡山、福山エリアと路線記号、ラインカラーを揃え、それ以外の路線は、東側の路線から順にアルファベットを付与している。また、山陰エリアを走るキハ40系、キハ47系の行き先表示については、順次アルファベットとラインカラーを付与した。 表示幕に取り替えている。なお、岡山、福山エリア並びに山陰エリアへの路線記号導入に際して、各エリアの間の空白地帯を埋めるような形で、既存の近畿エリア、広島エリアの路線記号適用範囲の拡大を行い、2016年4月頃に公式サイトの路線図に反映され、同年3月ダイヤ改正以降に更新された駅刑事賃表にも反映されている。 この結果、東は、鶴ヶ駅、東舞鶴駅、西は、岩国駅、増田駅までの区間が、一部の短距離支線を除いて、何らかの路線記号に属することになった。ただし、広島市社管内では、従来の適用区間外の駅では、路線記号を運賃表と2020年3月改正以降の、福縁線各駅に、掲示の時刻表以外では引き続き使用しておらず、 近畿統括本部や岡山市社管内でも実施者制定区間以外の路線記号、ラインカラーは当初は運賃表を除いて使用していなかったが、順次案内用途により他社局線乗り換えも含めて対応している例が見られる。福知山市社は管内路線が近畿エリアと山陰エリアにまたがっており、 山院エリアの路線記号制定に合わせて、双方の路線記号を旅客案内に反映させている。以下に、路線記号の一覧を記す。近畿エリアについては、北陸本線、東海道本線、山陽本線及び、大阪環状線との分岐駅を太字で表すほか、駅ナンバー設定区間については、駅ナンバーも併記する。伊勢鉄道では、2008年8月1日から導入。 ワンマン運転時に発行される整理券と番号は同じである。普通列車のほとんどが乗り入れて、始発、終着駅としている JR 関西本線、四日市駅を1と考えた番号となっている。駅ナンバリング導入後の南海新今宮駅の駅名標駅ナンバリング導入後の仙北、光明池駅の駅名標駅ナンバリング導入後の 半海大和川停留場の駅名表2012年2月23日、南海電気鉄道及び同社と直通運転をしている仙北高速鉄道南海の子会社である半海電気軌道で駅ナンバリング実施が同時に発表された。路線記号は南海が NK、仙北高速鉄道が SB、半海が HN となる。導入は南海、 仙北高速鉄道は2012年4月1日の和歌山大学前駅開業、ダイヤ改正と同時、半開は同年3月下旬頃から順次実施されている。京都市営地下鉄では、東西線の6地蔵駅第5駅間が延伸開業した2004年11月26日から導入された。ウィラートレインズによって運行される京都団子鉄道では、 会社からのアナウンスは特にないが2015年公式ホームページの運賃表において駅ナンバリングが確認できる。また、ウィラートレインズ移管後にリニューアルされた駅名表においても表記される。記号として宮福線を F、宮前線を M、宮豊線を T とし路線の接点にあたる宮津駅は路線記号がつかない。 番号は、宮福線の福知山駅を一として、終点の宮津駅の14まで順に振っていき、宮前線、宮豊線は、宮津駅の14を基準として、番号を割り振っている。大阪モノレールでは、国際文化公園都市モノレール線の、阪大病院前駅サイト西駅間が、延伸開業した2007年3月19日から、正式に導入された。 ただし、2006年10月6日に、駅番号制の導入が発表され、同月下旬から、駅番号を記した路線図、駅名表が順次取り付けられていた。旧タイプの駅名表新タイプの駅名表、大阪市高速電気軌道、北大阪急行電鉄、大阪港、トランスポートシステムは、2004年7月1日から導入した。 大阪メトロ各路線の駅番号は数字部分が原則として11から始まるのが特色であり、相互直通運転を行っている鉄道路線の駅が駅番号を不満する際はこれに連続するように不満する。2024年度中に北港テクノポート線が開業する予定だが、駅ナンバリングに関するアナウンスはまだ行われていない。 駅ナンバリング導入後の大阪ナンバ駅の駅名標。近鉄様式であるが、相互直通する阪神との境界であるため、同社の駅番号も記載されている、近畿日本鉄道の京阪路線では、生駒駅学県なら富ヶ岡駅間が、延伸開業した2006年3月27日から、大手私鉄では初めて導入された。その後、他の路線についても2015年8月20日より順次、 導入した。記号部は、主要路線である南波奈良線、京都、柏原線、大阪線、名古屋線、南大阪、吉野線に A 回のアルファベットを付け、その支線に対しては GP のアルファベットを付け、工作線では YZ のアルファベットが付される。番号部は原則として01から順番に付されるが、自社線の接続駅で番号を統一させるため、欠番となっている箇所がある。 また、支線の番号部は、主要路線の接続駅の番号部から順番に付される。なお、起点側に、最も小さい番号である0一を付与して、終点側の駅へと向かって番号が増えるのが、基本であるが、名古屋線では、伊勢中川駅で合流している、大阪線や山田線との関係で、例外的に、終点側の近鉄名古屋駅に0一を付与し、 起点側の駅へと向かって番号が増えるようにしている。駅ナンバリング導入後の新永田駅の駅名表神戸市営地下鉄では2004年9月1日から導入された。神戸新交通ではポートアイランド選手民広場駅、神戸空港駅間が延伸開業した2006年2月2日から導入された。阪急電鉄及び野せ電鉄では 2013年12月21日から導入された。駅ナンバリング導入後の阪神三日月駅の駅名表実施については上記の通り、阪急と同時に発表されたが、阪神電気鉄道では2014年4月に導入された。路線記号は阪神から HS となる。また、阪急と異なり記号部と番号部の間はハイフンが、 なく、阪急と同様に路線ごとに、番台区分されている。なお、他事業者管理の共同使用駅である西大駅、大阪南場駅については、発表時点で協議中となっていたが、このうち山陽電鉄との共同使用駅である西大駅に関しては、山陽電鉄の駅ナンバリング導入に伴い阪神、山陽両社の駅ナンバリングを与えることとなった。また、 大阪南場駅も導入当初は、阪神側の駅ナンバリングのみが付与されたが、2015年8月に、近鉄の駅ナンバリング導入に伴い、近鉄側の駅ナンバリングも付与されることになった。駅ナンバリング導入後の滝の茶屋駅の駅名表、山陽電鉄では2014年2月7日に、駅ナンバリングの導入が発表された。 直通先である阪神と合わせた2014年4月1日に導入され、阪神の駅ナンバリング発表当初協議中として導入未定であった西大駅には、阪神が HS39 を、山陽電鉄が SY01 を、不満し、それぞれ平記することとなった。路線記号は、産業から SY となり、阪神同様配分がなく、路線ごとに、 番台区分される形式となっている。駅ナンバリング導入後の有馬口駅の駅名表神戸電鉄では2014年4月1日に導入された。路線記号は神戸からキロバイトとなっている。神戸高速線とありませんが続番として一体的に不番されているが、それ以外は線区ごとに番台区分されている。駅ナンバリング導入後の伏見稲荷駅の 駅名表京阪電気鉄道では2014年4月1日から導入された。路線記号は、京阪線系統は、京阪から、KH を、大津線系統は、OT から、OT を使用し、これと数字で構成される。また、長らく駅名表などには表示されておらず、各駅の運賃表のみに表示されていたが、駅名表にも表示されるようになった。ただし、 京阪線と大津線でサインシステムが異なる関係上、駅ナンバリングの文字デザインも異なっているが、2017年により、順次実施中のサインシステム再統一を機に、大津線の文字デザインは京阪線のそれと合わせられた。2014年11月26日に、駅ナンバリングについて、公式発表された際は、工作線を除く京阪線系統の駅のみが不安の対象とされ、 大津線系統の駅に関しては導入が予告されているのみであったが、大津線、工作線も後に導入され、公式ホームページの各駅案内などで確認できる。京福電気鉄道荒山線では2007年3月19日から導入された。2016年4月1日に撮影所前駅が開業したのに合わせ、全線で駅番号の振り直しが行われた。 永山電鉄では2008年10月19日から導入された。全駅同士番号で永山本線、倉間線の順につけられる。記号は E で、これと数字から構成される。大見鉄道からの正式発表はないが、2018年頃より路線図、車内案内表示装置、駅名表に順次導入されている。整理券番号に合わせ、 京浜急行電鉄同様、本線支線に向かって連続するように不満されている。OR22OR25 は欠番となっている。和歌山電鉄では、会社からのアナウンスは特にないが、2015年、公式ホームページの路線図において、駅ナンバリングが確認できる。また、駅名表への表示も順次行われている。岡山電気軌道では、二千十七年五月に、 路線記号の導入を実施し、ラインカラーも改めて制定した。記号は運行している二つの系統の両方が、経由する岡山駅前停留場、柳川停留場間は、両方の系統の記号が付されている。これに付随しての駅ナンバリング実施のアナウンスはなかったが、2018年時点の岡電、チャギントン電車のホームページの路線図において、駅ナンバリングが確認できる。 また、駅名表への表示も順次行われている。2019年より導入。駅名表への記載はなく、駅形出時刻表やポケット時刻表にのみ、記載されている。通常デザインの駅名表広島電鉄では1996年10月より導入された。番号は、広島駅停留場、及び本線を基準にして不番されている。導入年不明。駅名表や、 ホームページにて提供される時刻表に表示されている。路線記号はなく、数字のみで構成され、北松江線、大越祖線の順に連続する番号が与えられる。JR 四国の従来デザインの駅名表 JR、四国、浅海岸鉄道、都佐黒潮鉄道では、2006年3月1日に、本市尾山線を除く全線で導入され、JR 四国は JR で、 初めて駅ナンバリングを導入した。路線記号は系統別に導入され、路線名、経営駅、愛称の略から取られている。そのため一路線が二つ以上の路線記号を持つことがある。番号部分は県庁所在地の駅に00を割り当て、複数系統の乗り入れる駅では重複不満を行う。 本市備産線には導入されていないが、JR 西日本との境界駅である小島駅北には JR 西日本としての路線記号や駅ナンバーが導入されている。ナンバリング導入後に開業した駅には枝番を不番する。高松琴平電気鉄道では2013年12月15日の綾川駅開業時に導入した。伊予鉄道では2015年6月に 駅ナンバリングを導入した、駅名表に記載。不板の方法は、郊外電車と市内電車で独立しており、路線記号は、郊外電車にのみ、意が与えられる。郊外電車は、高浜線、横河原の線、群中線の順に連続した番号を不番し、高浜線からバス連絡を行う松山、観光港にも番号が付されている。市内電車はまず環状線系統を、 松山市駅から初めて時計回りに不番し、次に、環状線から分岐し、道後温泉駅へ向かう系統、本町六丁目停留場へ向かう系統の順に、連続した番号を不番する。新タイプの駅名表駅ナンバリング導入後の、下子駅の駅名表 JR 九州では長らく、駅ナンバリングが導入されなかったが、2018年9月30日から、 北部九州エリアの在来線に駅ナンバリングを順次導入する。路線記号はアルファベット2文字で1文字目は全路線で J とし2文字目は A から K のアルファベットを割り振っている。ただし JA、JB 並びに JC の区間の起点となる博多駅のみは路線記号を付けずに00とする。 また、鹿児島本線については、博多北と博多南で路線記号を分けている一方、山陽本線は、鹿児島本線博多北と同じ路線記号を共用して番台のみ区分している。筑豊本線は、運行系統によって路線記号を3つに分けている。空港線の駅名表福岡市交通局では2011年1月24日から3月上旬に、かけ、 各駅に順次導入された。交通局ウェブサイトの路線図では従来から使用していた駅シンボルマークと駅番号を併用している。小倉線において導入されている。導入時期は不明。平成築法鉄道では2019年10月1日より順次駅ナンバリングを導入することが発表された。路線記号は全社で HC に統一しており、 これと数字で構成される。伊田線と田川線は連続した形で1から不番され、井戸田線は51から不番されるが、井戸田線の分岐駅である、金田駅では20不満を行わない。また、文字港レトロ観光線には導入していない。ホタル茶屋線の駅名標長崎電気軌道では、昭和末期からすでに駅ナンバリングを導入していた。 1984年5月30日に宝町と大鳩に試験的に設置された停留場名表示板において初めて停留場番号が表示された。その後、9月から10月にかけて長崎駅前や地区町には上り降りとも番号入りの表示板が設置されたほか他の主要停留場にも折又または上りに設置され、その後順次設置が進められた。 1985年発行の写真、振り返る20年の歩みには、1984年9月中旬から、各電停にローマ字り表示板を築地設置したと記されており、そこに駅番号が入った電停表示板の写真が掲載されている。全停留所投資番号で、本線、ホタル茶屋線、桜町線、大浦線の順に付けられる。2012年、 駅名標の番号欄が新デザインに変更され、白地に黒、数字を囲う丸印が系統を表す色に変更された。なお、2から3系統が重複して走る区間の停留所は、その分だけ丸の色の数が多くなっている。熊本市電、エビー系統の駅名標熊本市交通局では2011年3月1日に導入され、同時に運行系統、 一部停留所の名称変更なども行われた。利用者の多い A 系統の停留所には記号を付さないのが特色である。両系統が乗り入れるから島町停留所、県群町停留所間の停留所は A 系統の番号だけが付けられる。ナンバリング付きの駅名標熊本電気鉄道では2019年10月1日から導入。アルファベットは KD。 日殺オレンジ鉄道では2019年10月1日から導入。アルファベットは OR。鹿児島市電1系統、2系統の駅名標鹿児島市交通局では2018年4月の正式発表以前から各停留所に駅ナンバリングを記してある。以前は系統番号を使用して1から01、2から0一などと表記していたが二千十八年四月の 正式発表以降は I、I01、N01 に改められている。両系統がまたがる区間は、番号を2つ付与している。沖縄都市モノレール尖閣駅の駅名表及び、車内駅晶画面と自動券売機の運賃表で表示。石峰駅低くて、ダコウラ西駅間は2019年10月1日の開業とともに導入。北京地下鉄13号線後道口駅の駅名表。 駅名の上の括弧の中に駅番号の1304が書かれるによる表示。ハイフンやスペースによる区切りはつかない。上海軌道交通10号線上海図書館駅の駅名表。当駅と両隣の駅の駅番号が共に記されている。2010年5月現在、10号線のみ導入されている。支線の各駅は枝番を採用している。公州地下鉄。 アプム線富士中心駅の駅名標公衆地下鉄は利用者の利便を図り2016年8月29日から同年末にかけて各駅に駅番号を順次追加した。それ以降に開業した各駅にも同じく駅番号が付いている。重慶軌道交通10号線、関山公園駅の駅名標各駅に導入されている。板南線台北駅。 ホームラインカラーの頭文字に番号を付する。また、補線用と思われる線路配線図にも記されている。運行系統で見た場合は、同一系統でも、路線ごとの番号の連続性がなかったが、2016年から2017年にかけて、段階的に全線全駅で、ラインカラーの頭文字プラス2桁の投資番号によるナンバリングが採用されることになった。なお、 駅番号の割り当ても再編されるため番号が大きく、変わる駅も多数発生する。大見景気の路線図。台北都市運基村路線網との重複を避け、かつ接続する北小路線との相似性を打ち出すために、単色系が採用されている。最初の路線となる大見景気は、北都市淡水線の紅色に対して、朱色となっている。桃園都市運台北車単。 駅2017年3月2日の開業時から導入されている。桃園都市運の駅番号は、計画時の番号がそのまま旅客案内に使われているため、当初の予定では計画されていなかった、非常旅館駅、20駅、タスク大院駅には枝番が付番される。計画、建設中は、他の国内事業者同様に、ラインカラーの頭文字が使用されていたが、 開業直前にによる表示する様式に改められた。緑線は市内最初の路線であることから路線番号1を先頭に付番している。103から始まっているのは計画中の延伸構想を前提としており、起点の北田室総丹駅が枝番扱いなのは旧車と車両基地を結ぶ入宿庫線上に追加されたことによる。高尾都市運の路線図駅ナンバリングを用いる。 駅名標の例路線番号を用いる乗り換え案内の例首都県電鉄では、1988年、ソウルオリンピック・パラリンピックの開催を見据え、1985年の3号線、4号線開業と、同時期に、1、2桁の駅番号が、ソウル特別市地下鉄公社前線、人山線、香川線、盆東線に導入された。ソウル特別市都市鉄道では、 当初より3桁の駅番号が導入され、2000年にた路線も路線番号が追加され、原則3桁となった。一部の支線では、P がカーイルの運営する路線の一部では、K が路線番号の前に追加され、また、枝番が用いられることもある。富山交通公社富山都市鉄道1号線の駅名標富山近海系電鉄勧告。 鉄道公社の折り返駅の半月道駅、青らの丘駅で、それぞれの駅番号の下2桁を合わせるように、不番されている。MRTLRT ラピドキロリットル、バンコクスカイトレイン、BTSBTS BTS の路線図バンコクスカイトレイン、BTS の場合、サイアム駅を中心としその隣駅を一番として、東西南北の各方角に向かってナンバリングしている。ありがとうございます。